ジャス、シュワッチ。潜入デカ、霊夢探ですー。前回フェニックスの保安官、チェリーからの依頼で、ブームストーンに潜入してほしいと依頼されたのでブームストーンに来ました。デブ以外はアペティ城に入ることができなかったのでスモースーツを着てごまかして潜入したよ。スパイの鏡。しかしアリゾナはデブがもてはやされてるんだな。ロン、チェリーはアリゾナの子をこき下ろしてたけどね。そりゃデブが出てきて私美人って言ったらハリウッドの人間だったら切れるでしょ。そりゃそうか、しかしすごい場所だな。見渡す限り食材と料理しかないですね。ゲロを吐いてゲロの味がするごちそうを食べる。文章を読んだだけで吐き気がしますね。過食嘔吐とかヤバすぎだろ。今すぐ病院で診察を受けるべき。今気づいたけど後ろのボールみたいなのってゲロを入れる容器ですね。容器の沙汰だな。サープラス思考に草生えますよ。理解してるのにやめられない。過食症でしょうね。マダム、アペテ。恐ろしい奴だぜ。私は関わりたくないわ。吐くために食べるのか食べるために吐くのか。もう哲学の域だな。豚がいるじゃん。豚の前に豚が立っているな。想像以上に豚だった。ようこそ、晩餐会へ。私は、この城の主人。マダム・アペティ。そして、この子が飼い猫のエストランゴン。にゃにゃ。さあ、今日は思う存分食べてくださいね。世界中の珍味を用意いたしました。遠慮しないで、もっと、もっと食欲は人間の感じることのできる最も高尚な欲求。さあ、おいしいものを食べなさい。霊夢は性欲の方がいいかな。性欲モンスターも顔真っ青ですよ。ゴニョ、ゴニョ、ゴニョ。わかったわ。すぐに行きましょう。それでは皆さん、楽しんでいってくださいね。ごきげんよう。ちょっとあいつらの後をつけてみるぜ。尾行は正義。雷神、扉の向こう、話し声がする。なになに？それで？あのエースとかいう野郎の正体は突き止めたのかい？すいません、アペティ様。まだ何にも、しかも厄介なことにもっと強え4人組が。話は聞いてるよ。奴は雷神とかいう魔物ハンターだ。暗黒教団のブラックリストには A ランクに登録されてる。まったく、次から次へとご苦労なくった。とにかく害虫は早めに始末しておくに限る。わかったね。でもアペティ様、やつらの居所がわからねえと。その心配はいらねえよ。雷神もエースもあのヘッポコ保安官の仲間なんだろ。だからあいつを痛めつければやつら向こうからやってくる。さすがアイク、頭いいな。そこで作戦だけどよ、俺たちクリントン一家があの保安官に決闘を申し入れるってのはどうだ。でも兄貴、勝てるのかい？心配するな、ビリー。決闘の場所をオーケー牧場にすりゃ例のあれが使えるだろ。オーケー牧場？待ってくれよ兄貴、あれを使うって本気か？そんな汚ねえって使わねえで正々堂々と。末っ子は黙って兄貴の言う通りにしてりゃいいんだよ。よし、決まりだな。最後にアペティ様、何かありますか？あんたたち、人間捨てる気はあるかい？え、どういうことですか？ちょっと我慢したら今のあんたたちの力10倍にする方法があるのさ。とにかく奥の部屋に行こうじゃないか。扉の向こうで聞き耳を立ててる誰かさんに聞こえないようにね。
バレてた。あっさり見つかったね。大変でござる。すぐに保安官に報告するでござる。ってことでチェリーにこのことを知らせに行きます。ああ、雷神さん戻ってきたんですね。ちょうどいいや、紹介します。助手のリンダさんです。トゥームストーンではお世話になりました。あ、知り合いだったんですか。だったら話は早いや。だ、誰でござるか。わからなくても無理ないと思います。急に太っちゃいましたから。トゥームストーンの酒場で助けてくださいましたよね。あの時の私、あれからアペティ城に行ってみたんです。カレンさんの事件、つまり町の女の子が急にデブになってしまった原因を知りたくて。お城を調べたら奥に工場がありました。そこではドロドロした液体を固めてビスケットみたいなものを作っていたんです。それがあんまりにも美味しそうだったので、つい食べたらこんな姿に。彼女は身をもってデブ化の原因を突き止めてくれたんです。そうだ、雷神さん、敵の状態はどうでした？肥満体ばっかりでした。あとゲロ臭かったぜ。その話なら、俺がしてやろう。誰だ？俺はクリントン一家の末っ子、ビリー。決闘の申し入れに来た。OK 牧場で待ってるぜ。ああ、それと、干し草の中に地雷が隠してある。蹴飛ばしたらドカーンだぞ。なぜ敵にそんなことを教える？正々堂々と戦いたい、それだけさ。お前も戦うのか？仕方ないさ、俺もクリントン兄弟の一人だ。いいやつじゃん。まあ決闘になったらボコボコにしてやるけどな。それじゃあチェリーを連れて OK 牧場に向かうよ。あ、雷神さん、急用を思い出しました。先に行ってください。はあ、逃げたな。逃げましたね。なんて野郎だ。よう、しばらくだな。俺様だ。勝利の切り札、エース様だ。チェリーのやつビビって逃げちまったみたいだぜ。でもまあ、この俺様が加われば楽勝だ。さあ、あのやつ気にしないでとっとと行こうぜ。決闘だ。ただ着替えてただけでした。逃げ出した時はびっくりしたぜ。なんでスモースーツか。スモースーツ没収されちゃったね。メキシコのダチは一体何に使うんだぜ。わざわざ死にに来たか、バカな奴らめ。望み通り相手してやる。さあこっちへ来い。はい、来ました。ようこそ OK 牧場へ。俺は長男のブッチ。クリントン一家に立てつくやつ、この俺が許さねえ。俺が次男のアイクだ。お前たち、この OK 牧場の名前の本当の意味を知ってるか？オペレーションキル、つまり殺人作戦さ。一人残らずぶっ殺してやる。俺は末っ子のビリー。このセーブじゃ血のつながりは絶対さ。クリントン一家の敵は俺の敵。悪く思わないでくれよ。決闘だ。昨日までの俺たちと思うな。アペティ様からすんげー力もらったんだ。さあ行くぜ。チェンジデブレンジャー。ネーミングセンスよ。もうちょっとなんとかならなかったんですかね。本人たちが気に入ってるんだったらいけない。人間本気だな。やられるリアクションもデブ。肥満は悪ってはっきりわかんだね。技の名前よ。もう技なのか、これは。デブの講習って言ってみる。わら、これはひどい、わら。エドモンド・ホンダか。もうなんでもありですね。青春か。若デブもやばいな。ものすごい煙。そして弱い。
チッチッと攻撃しやがって。レイム、本気出しちゃおっかな。ドーン、ドーン、ドーン。これがとんかつ、楽勝だったな。せーの、ビクトリー。エースで部に引き殺してんじゃん。助けて、アペティ様。追いかけようぜ、奴が案内してくれるはずだ。この一件の真の黒幕のいる場所にね。一応デブ2匹は急所を外してあるので生きてます。ビリーの後をつけてきたぜ。一体どういうことなんです、アペティ様。あの機械で何をしようとしているのです。好奇心は時に身を滅ぼすわ。それでも知りたいなら教えてあげる。私はね、アメリカ中の人間を太らせて家畜にしたいの。家畜だって？そうよ、家畜。人間の丸々と太った肉を缶詰にしてあのお方に送るのよ。許せねえ。変、任務に失敗した出来損ないが何威張ってるのさ。さあ、ひねりつぶしてあげるわ。待て、この私に勝てるかしら。俺は知ってるぜ、デブの弱点を。デブは足が遅い。デブは俊敏だった。バーカね、世の中には機敏なデブだっているのよ。あっさり負けるエース。クソ雑魚なめくじですね。英語で賢い人のことをスマートって言うでしょ。私あれって我慢できないのよね。いい、デブっていうのは賢いし強いし素早いの。それが本当のデブ。どんなデブ？素早いデブなんて見たことないぜ。ほんそれ、強いデブはいますけどね。ヤンキーの強いやつはほぼデブ説あるある。体重が重ければそれだけ力がありますからね。なんか始まったよ。チョコレート一口ごとにデブになる。一口ごとに髪に近くなる。デブ、それこそ究極のお肉体。デブ、美しく強い旧の体型。うんうん、重なる脂肪は育成層。さあ、波打つ胸で溺れなさい、あなた。食欲の奴隷なってもっと痩せたソクラテスが餓死してもほら太った豚を生き残る。バラ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 。インアンドダビン、おいしいものをもっと食べなさい。
てらっしゃい貧弱な坊やたち。ブブヒヒヒヒヒヒブヒブヒ言ってるよこのおばさん。人外のくせに生意気だぜ。と殺場に送ってあげるわ。デブの全力の握り拳で草。限界突破で殴ってっと。この回復は厄介だな。だからはダメよ。おそらく想像通りの攻撃が来るんだろうな。ミートプレス。という名のボディスラム。麻痺は厄介ですね。これはやばい。雷神以外麻痺じゃん。ステータス異常は厄介ですね。これは霊夢も本気で怒っちゃったな。それじゃあお返しをたーっぷりしまくった。どーん。せーのー。ビビトリー。そんな。お前たちみたいな貧弱なガキどもに、この。ビリー、見せてもらったぜ、お前の勇気を。さ、これを受け取ってくれ。これは、保安官バッジ。これからはお前がこの町を守れ。でも、なんでお前がこんなもの。え？お前、ひょっとして。全然気づかなかったでござる。さあ、行こうぜ。チェリーはエースだった。普通気づくだろ。まあ実際に見たらわかんないかもですよ。そんなもんかな。これでまた一つ町を救ってしまった。この調子で行きましょう。そうだな。リンダに伝えてくれ。チェリーアップスは死んだってな。これから俺は本当のエースになる。暗黒教団をやっつける切り札になるんだ。雷神、あんたとはまたどっかで会えそうな気がするぜ。あばよ。シェインカムバックのパロ。何今の、めっちゃ光ったな。なんでござるか。街が消えた。はあ、ひどすぎる。こちらヒューストン、実験結果を報告せよ。大成功です。消滅しました。想像以上の攻撃だった。よろしい、早速カルベ様に報告しよう。レインドレボに異常発生。こちらヒューストン、実験は失敗だ。こちらヒューストン。夢見殿、今の会話は。わからない。ただ聞こえてきたの。きっとこの街を壊した人たちの声。ひどい。こんなこと。これはやばい。直撃したら主人公補正でもさすがに死ぬぜ。ビリー、ヒューストンはどう行けばいいか。カールズバッド洞窟を越えれば。そうだ、この鍵を使ってください。アペティ様、いえ、あの女の命令で封鎖していたんです。うまく言えないですけど、頑張ってください。僕も命がけでこの街を復興します。はいはいはい。ってことでアリゾナ編はここで終了です。最後にとんでもないものを見せられたな。ほんとそれ。人工衛星からの攻撃ですかね。あんな兵器見せられたら戦意喪失だよ。もしかしてとんでもない集団を敵に回しているんじゃないかと思ってしまったぜ。恐ろしい。とりあえずアリゾナ攻略できただけでもよしとしましょう。それもそうだぜ。それじゃあここまで見てくれてありがとう。この動画を気に入ってくれた方は、チャンネル登録&高評価よろしくだぜ。コメントも待ってます。ここまでのご視聴、ありがとうございました。